皆さんこんにちは。もう今回もソロカオス、倒していこうかと思うんですけど、今回はねカオスダロス倒していこうかと思います。まあ、前回はもうなんていうの、なんだっけ、あれスキル編成さするところも移したじゃないですか。でもめんどくさいんで、もう今回ももうていうか毎回スキル編成するところからもう移していっちゃいます。だるいんで、もうめんどくさい。もうなんかそんなの見たくねえってやつはもう動画飛ばしてみて、もうめんどくせえ、もうどうでもいい。ってことで、残星だったかな、キャツは、カオスダロスは。これが、生息性、オニバフコ。どうしましょう。もうこれだな。フォーチュンスクエア。これがね、大吉デバフっていうやつなんですよね。残星のモッドがないんで、大吉デバフューでね、なんとかね、まあ、やっていこうかと思いますけど、俺ちょっとね、カオスダロスあんまやったことないんで、いまいちまだちょっと分かってないんですけど、ブレイクゲージいくつだ？俺どっかに、なんかメモってあった、スマホかなんかね。じゃあスマホの、メモ、うわ、なんかいっぱいメモってあって、どこに書いてあるかわかんねえや。ブレイクチーム。まあ、でもあれだよね。あれがああしてあれだから、こうしてこうしてこうしてこうって感じなんで。まあ、とりあえず前回ね、カオスアスラやった。ああ、なんかこれもいいや。これやって、で、ですね。そうだ、ちょっとこれもね、またね、攻撃モーション見よう。なぜかというと、ユナ刻印を乗せたいからですね。でユナ刻印っていうと、これのことなんですよ。フェイントウェーブ。これはですね、これを打つとね、あ、ウィーンバーンか。ウィーンバーンだったら、こっちのモーションも見るか。こっちのが早い。あ、こっちのが早い。よし、こっちのが早い。だから、小春にこれが乗せてくれると。で、小春にこれ乗せてくれるとですね、攻撃パーセント、防御パーセントが上昇するバフもかけてくれて、さらにスイッチで、刻印まで入れてくれるんですよ。だから最初に、スイッチ起動して、小春の片手コンを乗せられると。で、これで、ユナ刻印入れの、防御パーセント伸ばしたいので、今回は星3ですね。星3入れていきましょう。防御パーセント、攻撃パーセントよりは防御パーセント。でも攻撃パーセント値高いものもあるので、でも、ビーチボールスマッシュが、13.2% のに対してこっちが 10何%、まあ 10% くらいなら、こっちのねバフスキルのがいいんですよ。理由は、攻撃外すかもしんないじゃないですか。攻撃外すと、バフスキルだと小春が攻撃外すとかないんで、まあ、このねバフスキルを打っていきましょう。ただ縦にもこういったバフスキルがあるんで、一応ね、この数字見ておきましょう。9.5% と。まあ、9.5% であれば、こっち 9.1% なので、こっちの 9.5% の方がいいですね。で防御強化3で、こちら、PT 防御強化3。これ、普通の防御強化3と PT 防御強化3は同時に乗るんでしょうか。ちょっと検証してみますか。これはね、そういうのはね、ちゃんとしっかり見ておかないとダメですよ、皆さん。しっかりやっておかないとダメですよ、みたいな。なんか仕事じゃねえんだからさ。ダメですよ、皆さん。バカみてえ、マジで。何言ってんだろう。バカみたいなんで、皆さんね、こんなね、しょうもないことね、言わないようにしましょう。これで、ディフェンサー2点入れます。で、こちらね、縦スキル。どれだっけ？これか。はい。じゃあね、ここのね、バフ一覧を見てみましょう。これまずね、これ乗ります。で、フェイントウェーブ。あ、どっちも乗りますね。つまり、PT 防御強化3と、
こちらの普通の防御強化さんは被らない。これね、効果名がね、違うんですよね。まあ同じ PT、防御強化3ではあるんで、まあ、被るかもしんないと、え、待って、ってことは、え、嘘だろ。ちょっと待って。これさ、これパーティー防御強化でしょ、これ。筋力増強でしょ。他筋力さ、待って、さすがに筋力は被る。あれ、ちょっと待って。嘘だろ。かぶるよ。ちょっと待って、嘘だ。ワロチッチーなんですけど、筋力増の強をね、こちら入れていきます。これでちょっとね、試してみましょう。これ、ここに適当に打っていきます。ここで、ね、金の像がね、ついてますけど。さすがにこれはね、かぶると。当たり前だよね。そんな被んなかったらさ、強いよ。もうギルランとかでもみんなそうしてるだろうしさ。ギルランでもなんか入りバフしてても被ったことないからさ、もうそりゃそうだよなっていう、話ではあるんですけど、まあ、前回、カオスアスラやった時と同様にですね、まあ、刻印を、まあ、入れたいところ。小春は、さっき、まあ、見た通りですね、さっきの、フェイントウェーブ、それと、防御強化の、PT 防御強化1か。いや、でも、縦がいいんだっけ。縦、違う、あれ縦、縦でいい。OK です。で、次、探検は、探検ブレイクが、確か重要だった気がするので、これか、探検マーク。ブレイク値が、高いものを、まあ、いっか、これでいいや。うん、これでいいや。これじゃない。スライサーじゃない。ブレイク、コネクトでブレイク値高いのあるかな。これは、34か。2発ぐらい入るんだっけ。確か、片手直剣のボーパルストライク2発ぐらいで確か八方崩し込みでいけた気がするので、これでブレイク値順にしてみて、ボーパルってどれだ、これかラッシング B とか、あれ俺ボーパル持ってたっけ、これか43か、だいたいボーパル43、2回だから86あればいいのかな。そして探検が86あるか、74、これで足りないか、足りんのかな。一回ちょっとあれだな、一発でブレイクできるかちょっと試してみましょう。で八方崩し入れよう。八方崩し入れて、でカオスダロスは状態異常なんだろう、ちょっと待って状態異常がなんだ、ちょっと待って、カオスダロス、ちょ、俺のツイッター行ってみるか。ツイッターでカオス、あ、ちょっと待って、俺のカオスダロスと、カオスダロス、確かね、これでね、嘘やろなんで俺の前ダロス、お、あとこれほらツイートしてた、炎症スタンにする攻撃をしてくると、炎症スタン、探検でゲージを減らせる攻撃、あ、そう、最初は探検でブレイクゲージで、HP 半分近く、半分あたりだっけ、探検の長いブレイクゲージがついてくる。で後半は残片手直剣生属性のブレイクが来て、でその後、長えやつが来るんだよね。
片手直剣生属性のテキストナッガーとか言ってる。だから、まあ、とりあえず探検だけ、確か、片手直剣で、生属性の、ブレイク値高めのやつ、これ確かこれでバースト条件満たすと、これで確かブレイクができた気がするんですよ。あれ、発砲いるんかな。でも発砲いるとしても、これ生属性ダメ上がっ、生属性ダメいらないんか、別に。マザローザフルバ使うんだったら関係ないか。なんで、これは、探検最後の1枠どうしようかな。なんか、刻印系、あ、でも攻撃強化、あ、攻撃強化良いんじゃん。攻撃強化も、視聴員、小刻印もいい。攻撃強化4位でとか。いや、待てよ、待てよ。こっちの方がいいな。再起間髪いるよ。で、炎症だから、コーヒーブレイク。コーヒーブレイクリズベットを入れます。探検の熟練度スキルのレジストが入ってるんで、指輪は、なんだ炎症となんだっけ、炎症とスタンか。あ、スタンやってくんだ、あいつ。スタンで検索しよう。スタッペ。スタップ細胞はあります。なかった。スタップ細胞。スタンだから、こちらも、スタン耐性と。うん、これでいこう。で、戦線維持入ってる。で、あとは指輪はちょっと余裕がないんで、こっちで回復系の指輪入れますか。これでいいか。で、サブセットは、まあ、なるべく耐久寄りにして、こっち側で火力を出しに行くと。で、表セットは、マザロザフルバを打つんで、無敵状態でしか打たないじゃないですか。だから基本的には、まあ耐性スキルとかはいらないのかなと。あとは、アスナの覚醒を入れたいけど、非戦がいいね。クリティカル出さないんで、非戦を、入れていきましょう。これもね、非戦なんで入れていきます。で、スイッチ枠は当然のことながら大吉デバフと。で、パワーライズ3を入れる。そもそもパワーライズ3入れる？だって、マザロザフルバ入れるってことは、あれですよね。なんだっけ。なんとかコンバージョン入んないんで、結局固定値と攻撃 20% だけなんで、そんな強いかっていうと、そうでもない感じがあるけど、まあ、まずは歴戦入れの、クールウィッチか。クールウィッチ氏の異例の、あとは何だろう。これ何？これ打属性弱点だろうか。なんかあるか。残属性。フルバービー1枚入れたいよね。フルバービーを1枚入れたいけど、ちょっとフルバービー強いの持ってないんで、これか？パーセント上昇だから、回復強化もある。ここ最後の1枠をパワーライズにするのか。え、なんかいいのあったかな。なんもないよな。パワーライズが無難なのかな。なんかいいの あるかな。非属性、これ違う。歴戦、あ、ライトマジ、あー、でもいい。なんもねえな、マジで。これ、いや、違うな。いや、防御パーセント。あ、でも覚醒、あ、でも、あ、違うな。これ、あ、でも、覚醒スキル入れたいね。配布優位、いや、攻撃 20% は欲しいから、本当だったら、ここを、なんか攻撃 50% 上がるリーファとかあったじゃないですか、最近出たやつ。あれ当たっ
ったら、まあ、入れてたんかもしんないけど、どれだっけな、もうなくなっちゃった、終わっちゃった、あ、終わっちゃった、俺が欲しくてが頑張って欲しくて引こうとしてたやつ。あー、何がある、攻撃パーセントでけえやつがいい。あ、もう結局パワーライズ3になりそうだけど、あれでもいいんだよな、なんだっけ、あれ、闘魂ブローみたいなやつ。あ、でも闘魂ブロー入れるとなるとちょっと厳しいか。闘魂ブロー、あ、これは砂条件、これは砂条件で、あ、でも精神統一さんが被っちゃうな。なんだっけ、名前忘れた、これなんつうんだっけ、ライラ、そう、ライラ、ライラと被っちゃうから、まあ、なるべく条件が被りにくそうなパワーライズを入れていくか。まあ、覚醒は入れたいから、クールウィッチとこれが相性がいいから、これで、まあ、ひとまずいい気はするんですよ。生属性別に使わないから、なんでこれで、まあ、これが一番マシなのか。あ、でもこっち待って、スイッチ、あ、でもスイッチで威力は別に上げなくていいんだ、これでいいか。うん、いや待って、これさ、待って待って、これ打刻リズ2枚、あ、リズ2枚も入れる余裕ないか。え、打刻大吉とかできるの、もしかして。まあやらんけどさ、あれ、これはもう 100%、うん、まあいいや、これでいこう、これでいく、まあ、倒せればいい。あと、これが、攻撃パーセントがいいな。うん、片手直拳なんで、なるべく防御パーセントとかがいいはずなんで、まあ、これでいこう。うん、これでいこう。で、こっちは、これで、まあいいや、とりあえず、まあ、ブレイクできるか試して、でもブレイクできたらそのまま、もうゴリ押しって言って、で、表セットは残生のやる余裕がないんで、まあ、こう一気に、でも残生、アスナ2枚、まあゴリ、おしこでいきます。ゴリ、おしこでいっちゃいますか。これで、ちょっと小春の装備をもう一回確認して、もう OKOKOK、これでいこう。よし、決まった。もういつもね、こんな感じで、いつもこんな感じでね、ちょっとね、スキル編成しています。あ、待って、ちょっと肝心なこと忘れてた。肝心なこと、このフルバーストを満たすように、コネクトをね、打たないと、いけないですけど、こいつ確か闇残残ですよね。闇残残なんで、まずこれを抜く。で、ですね、これを、残残だから、攻撃強化4と、ここに、さっきの再起間髪、バフバフしていく。これで完璧。これでここに探検のキョネクトスキルを入れていく。よし、来た。で、ちょっとイメージトレーニング、これとこれがブレイクに使うスキルだね、確か。で、これが刻印、これ一番下のがコネクトで、まず、これで、バースト条件を貯めていくと。あ、違う、さっきブレイクが来たらさっきブレイクか。で、そのブレイクしてる間にちょっとコネクトでバースト条件を貯めて、もう一回ブレイク来たらちょっとこれか、もうこれでもうブレイクしていって、で、最後、次ですね、もう一回ブレイクが来たらちょっとこれ、こういうのでブレイクして、最後これでバフかけて、で、バフかけて、で、最後、これ、刻印入れてから覚醒と。よし、行こう。スイッチ溜まってからがいいな。うん、スイッチ溜まってからがいい。スイッチ溜めてから行こう。じゃあ、カオス・ダロス行きますか。
まずはブレイク先、ブレイク先やって、ブレイク先やってコネクト打ってスイッチ貯めて、おあれあれどうなったの、ブレイク来い、ブレイク来い、来たよし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 、スイッチ、あーと早い、終わんの早い、ちょっと待って、あ死ぬ、あーこれ待って、あーこれ、おー一発でいけるぞ、あ逃げろ、あねー長い、あー死ぬ、待って、スイッチ溜まりました、よしここで、あもういいや、バースト条件最後でいいな、みたいな、あちょっと待って、これちょ回復して、え待って、これなんか防御低下デバフかかってんだけど、あ待って、いけ、よし、コネクト、はい、あまどこ行くねんお前、マジで空気読めよ、おいしょ、よし、じゃあこれさ、ついタイムアタックだったらこんなもたもたしてらんないんだけど、もうカオスダロスとか正直ほぼ初見なんで、よしで、ここで刻印入れます、よし来たいけ、え嘘、あれ全然食らわない、なんでえなんで食らわないこれ、え待っておかしいおかしい、ちょっと待ってインゴットミスってる可能性あるちょっと待ってもしかしてさっきあれ武器だけ変えた、もしかしてインゴットミスってる、多分、あほらインゴットミスってる笑ったちょインゴットちょっと調整するか、待って、コルが少なすぎる、よしもう一回行こう、ちょあのね、結構こういう初歩的なミスね、強い人でもねやるんですよよし来い、あ来ない、はい、よし来た、スイッチ貯める、あ逃げろ、はい、よしいける、よしスイッチ貯める、はい、もう一回、よしブレイク来い、来ない、ブレイク来い、よし来た、よし、はい、コネクト入る、バフかける、よし刻印、よし来た、覚醒入ります、いけ、どれくらい入る、おお来た、え待って、これあこれもしかして覚醒しない方がよかった、これどれくらい入んのこれ、あちょっと待って、ああそう、あーこれブレイクしないとあかんのね、なるほど、はい、さっさとしやがれ、さっさと、おい来た、おいよし、おいへい、あやべえ、ちょっと待って、これ脱出しようかな、待って、これあーまだ回復しないな、あーやべえ、あ入れ、あー入んなかった、あーあーやばい、死ぬ、これ恥ずかしい、こんなゴミプレイングこんなゴミプレイングさ、まあいっかあのね、あのいいプレイングだけあげるからいいってわけじゃないですよっていう言い訳をするあ待って、あ待ってよ、もう倒せればいいんだよ、片っ端から倒す動画だから、うん、倒せればいいのさ、もう、あーちょっと待って、あバースト貯めてないじゃん、なんでスイッチ打ったんだろう、
カオスダロス、ちょっと初めてすぎる。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、ぶね。これはこれしてバフはもうかかってないか。よしよしよし、いけ、いくぜ、来い来い。え、あんま食らわない、あんま食らわない、なんで、え、嘘だろ、え、なんであんま食らわないの。うあ、違う、あ、探検の長いやつか、これが。お、あ、死ぬって、あぶね。え、なんで食らわないのこれ。え、嘘だろ、え、刻印入ってない、え、なんか間違えた俺。あ、残生だ、やばいやばいやばい。え、あ、何もつかない。あ、うわうわ、ついた、うわ、これさやばいな。ちょ、出ます出ます。え、ちょっと待って、これさ、もしかして、どうしよう。え、これみんなどうやってんの、どうやってんの俺。アスナ2枚でしょ。フルバースト一発打ったらこれ戻せばいいのか。残生ってないもんな、だってどうやって倒すのこれ。棒デバとかかけてんのか、もしかして。棒デバかけた方が入る。やべ、わかんねえ。超わかんねえ。え、待って、どうなってんの。え、これスタック。え、わかんないわかんない。どうしようかな。これ棒デバ入れるか。え、なんで最初出たんだろう、あんなに。この1枠どうしよう。覚醒がいいよね。これフルバじゃなければ攻撃パーセント入れて2発打った方がいい気がするので、ユイの応援もいいけど、覚醒率上がるからこう配布ユイでもいいのか。大吉、大吉で、大吉出るまで粘るか。探検の執行者入ってから、探検の執行者出るまで刻印打ちまくるか。探検の執行者10、でも8回に1回ぐらいだね。いやでもあれさっき、あーでも結局後半ブレイクがきついから生属性、まあ、入れて堅実に行こう。これでスイッチ打って小春に刻印入れてもらって、え、待って、これさ衝撃ある、シュイーンバンバン、これ小春、エギルジムじゃないんだ、クラインジムになったんだ途中から。エギル石とか言ってるもん俺。これじゃダメだろう、通じないだろう。ちょっと待って、これ倒すまでやるとか言ってるけど、動画どれくらい長くなっちゃうんだろう。ちょっと待って、これでちょスイッチ貯める、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 スイッチ貯める。よしよし、来た。これで小春の乗るか。あー、ちょっと小春が早すぎる。ちょっとダメだ、消えちゃった。これはダメだ。じゃああれだ、こっちにしよう。こっち刻印なんですよ。これだと遅いんでなんとかなる。あとは防御、攻撃防御バフどっちもつくんで、これも入れとこう。でビーチボールスマッシュはいいや。あ、でも棒デバのが効くか。棒デバ入れよう。
なんか棒出場の方がいい気がしてきた。もうノリノリですよ、こんなん。こんなんとか言っちゃった。いや、皆さんノリで決めちゃダメですよ。で、そうだな、正正残残正なんで、後半セットチェンジするか。いや、正残正残残正でしょ。正正残残正で、これを最後こっち最後生属性にしよう。生属性にすれば、これ生属、これ生属性打つで、これザンザン打つ、これ自体がザン、これがザン、これでザン、これ生、よし来た。これで満たせるはず。それか最初これを数値して生打って、でこれコネクトでザンザン生と、よし、いけるいけるいける。これで、まあ、倒せはするよね。さすがに倒せはするでしょ。でこの最後の1枠はおそらくもうフル場としてあんまり使ったりしないんで、なんか覚醒率めっちゃ上がるから、これか、攻撃 8.5% でしょ。いや 20% 上がる方がいいな。非戦でこれなんで、これ歴戦だからこっちの方がいい。歴戦入ってるもんね。歴戦入ってる。これでいいで、いいでしょう。でしょう。知らねえ、もう。これでいいや。これでまあ安定して倒せればいいや。もう、あの、片っ端から倒すっていうコンセプトなんで、まあ、早く倒せるに越したことはないけど、いかに、まあ、うん、なんとか倒せるみたいな感じで。やっていければ、探検でいいよね。ちょっと疑心暗鬼になってるこれ。オートタゲ追従入ってる、よし。いや待って、小春の装備確認しよう。小春もちゃんと大丈夫だよね、大丈夫だよね。あのこういうね、事前のチェック大事マジで。よし、これでいこう。あ、これそうだ、説明するか。一応これあのキリト2枚条件なんですよ。で片側キリト入ってれば、まあこれまあいいって感じで。パワーライズさん被るんですけど、攻撃 20% 上昇が入るのと、非戦で攻撃力 55% なんですけど、他にね、いいスキルがないんで、ちょっとね、これをね、まあ入れようかなって感じで入ってます。入れてます。じゃあ、カオスダロスイングをね、もう一回ちょっとね、やってみましょうか。まあ、30分超えるか。もうしょうがないでしょう。40分とか言ってももう動画上げちゃうよ。まあ、これスイッチこれだけ貯めて、よしよしよし、はい、スイッチ貯まる貯まる。これもしかしてあれかな、はい、もしかしてあれか。あれってなんだよって話だ。こう防御低下デバフを食らうとよろしくないんじゃないかって、だからさっきもしかして試してなかったのかなーってちょっと思いましたけれども、よし、コネクト打つ。ああ死ぬ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 。これで、あ、じゃあもう一回、あれバフ、あーちょっと待って、やべ、慣れてないからな、カオスダロス。よし、これで、で、よし、これで後ろ、よし、後ろ取れた、生属性、よしよしよし来た。でこれで、ああそう、刻印刻印入れなきゃ、刻印。あーあー、グだった。よし、いけるいけるいける、いくぜ、ジュビーン。よし、あれあれ、いけ。ああ、じゃあ待って、これダメじゃん、これ入んないじゃん。じゃあこれ戻そう。で、これコネクト打つ、コネクト打つ、これ最後生属性これで満たそう。あれ来ないじゃん、来いよマジで、来い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 、探検、あ、こなんで来ねえんだよ。まあ満たせたけど、探検探検、よし来た、よし。でこれで
刻印入れてバースト打つ。これだこれだ、いけいけ。え、なんで入んないの。あ、防御低下デバフ入ってる、もしかして。あー、防御低下デバフ食らってんのか、もしかして。あー、マジわけわかんねえ、こいつわけわかんねえ。え、ちょっと待って、カオスダロスあんマジでやったことないからさ、ちょおかしいんだけど。あー、待って待って待って、やめて、マジで。これあれ、棒デバなんか打ち消す方法なかった。あ、待って待って、やめて、モーション長い。あー、死ぬ。あー、死んだ。クソが、クソが。あ、これ攻撃力、あ、せ、あ、死ぬ。あぶざますぎる、マジで。笑った、ぶざますぎる、マジで。半端ねえぶざまさ、驚きのぶざまさ。やば。え、なんでこんな探検のさ、ブレイクタイムはこんなに来ないの。調整してる。刻印打つ。一回わざと死ねば、これあれか、防御低下でも吹き消えんのか。あず、これで出るのか。おし、来た来た来た。はい、これでた、あれでしょ、片手直剣の、あ、これウサギと同じバフ、これで満たしとこう。満たして夢でたか、あれ違うか。あ、待って、死んじゃう、やめて。そんなことされたら彼のライフはもうゼロよ。あ、え、待って、これさ、待って、あ、危ない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 、片手直剣くる。あ、来た来た、これいける、いける、あ、いけたいけた、発砲いらないじゃんこれ。あ、待って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 、これ刻印入ってる、刻印、小春の刻印入ってる。あ、もうバース、あ、終わっちゃった。え、これ、え、もう一回、え、これ失敗するともうつくの。あ、ついた、うぜえ、マジこいつ。うざすぎる。うざすぎる、このバケモン、うざすぎんだけど、マジで。待って、これ打っとこう。あー、やめてやめてやめて、もうやだすこいつ、うぜえマジで、やめろよ。うぜえ。後ろ下がるとこれが来るのか。よしよしよし、来た来た来た、来い来いよ。よっしゃ、来た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 。はい、刻印入れます。よし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 、今だ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 、来い、はい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 、来い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 、来た来た、はい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 、よし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 、あっ、おい、あー、もうこいつマジうぜえな、やってらんねえ、長えな、うんこ踏ん張ってんの、トイレ行けよこいつ、長すぎんだろトイレ、どんだけ踏ん張ってんの。あ、やばい、待て、殺さないで、殺さないで、バースト条件が、ちょっと待って、殺さないでよ、やめて。あれ、これ、あ、違う違う、片手直径か、危ねえ。あ、探検か、探検でもいけるかと思って。あっ、あっ、これ待って待って待って、あ、なんでこれさ、ちょっと待って、これ、あー、殺される、あ、殺されるって、あっ、危ねえ、殺されるって、やめてやめてやめて、やめて、ブレック、あ、来た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 、いけいける、勝てる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 、いけ、これで沈め、あー、勝った。めんどくせえこいつマジで。めんどくせえマジで、カオスすらもう1分で倒せんのに、クソめんどくせえマジ、みんなこんなのやってたのマジ、めんどくさ。多分俺やり方間違えてる気がする、絶対なんか間違えてる、なんか間違えてる気がするんだよな。待って、これであれかな、生属性のブレイクした後フルバ2発ぐらい一気に入れんのかな、もしかして。え、わかんないけど。倒せたんでよしとしましょう。これマジで、これ初めてじゃね、倒したのこれ。
だよね、これ一度も倒れず、ほらもうスコア報酬1個も取ってないもん、これ336しかスコア入ってないもん初見カオスダロス初見でしたご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。まあ、ちょっとね、次カオススティーク倒せるか分かんないですけど、ではまた。